号砲になりました第10レース発走です。3番の山本周平自ら前取りへと出ます。その懐を1番の宮崎和明が抜けていきまして、1番の宮崎がスタートを取るようです。7番の泉翔吾上昇、四国両者の後ろ選手紹介は5馬車高田達が待っていました。3番の山本は車を引いて、ここに4馬車太田真一が上がってきます。7番の泉が先頭、1番の宮崎が追走マーク、四国3番手は5番の田が西日本ラインで前段です。2番の片山直人が切れ目の4番手を求めて車を進めてきました。関東勢3番の山本から4番の太田、そして6番の沼川夢久まで続きます。3者は5番手以降3対1対3で折り合いついたようです。一本棒です。競争は2周回目に入って2コーナーを回るところです。7番の泉、火の玉棒泉逃げて戻そうと積極的に組み立てていきますが、2分線まずは正攻法を構えました。対するラインは3番の山本から関東勢5番手以降です。山本は特別賞半後も連帯と優出、コンスタントに構想しております。切れ目4番手は短期戦の2番の片山です。先場所松山予選でまくり快勝でありました片山。さあ4コーナー回り切ったあたりで関東勢動いていきます。7番の泉は誘導と距離取って3番車の山本に目で牽制加えます。突っ張っていきまして3番の山本は誘導降りたのを確認しまして5番手に車を戻しています。赤番周回の2コーナーからバックへ向かっていきます。全体のペースはまだ緩やかなんですが、さあ7番の泉が先頭で鐘を聞いています。3コーナーから4コーナーと向かうところ、さあ3番の山本が5番手から巻き返していく。レースは最終周回へと入ります。7番の泉はマイクからそのまま先行、追走マーク1番の宮崎の外、さあ3番の山本、逃げる7番の泉を捉えることができるかどうか。最終2コーナーからバックへ向かっていく。さあ踏み合い7番の泉、3番の山本、ここは3番の山本がまくって捉えました。追走4番の太田、そして6番の馬川は前2人と連結させて、1番の宮崎が3番手スイッチから外を踏む直線、3番の山本周平、3番4番関東ワンツー、2着は4番の太田真一です。第10レース A 級予選競争、7番の泉が前受けからそのまま逃げました。3番の山本周平かましまくりで反撃、泉の先行を捉えて、そして4番の太田とワンツー決着へと持ち込みました。1番の宮崎が3着入線、入線順3番4番1番です。決定までしばらくお待ちください。第10レースでした。